をで、感想を取るやり方をちょっと説明したいと思います、まず使えるのは6弦の開放、これが最初は When the night has come で次は、6マイナーで C シャープマイナーなんですけどベース音だけを覚えてください。これは5弦の4フレットになります。そして次は5弦の開放、そして5弦の2フレット、また6弦。これをやりながらメロディーを取ります。メロディーで使えるメロディーは、1弦の開放、1弦2フレット、1弦4フレット、そして7フレット、9フレット、12フレット。これでメロディーを取っていきます。例えば、今のは6弦をやりながらだった1弦の4フレットから2フレット、そして開放分かりやすくするためにメロディーはじゃあというメロディーでちょっと固定しますね。この辺をよく動かすと、というように、自由にやりますので、まあ最初は簡単なメロディーから取っていくといいと思います。でそれが慣れたらちょっとずつ音とかもあるんですが、それは参考例としてちょっと軽くやってみますね。ちなみに最後やったのはさっきのスケールとは違うようなスケールも混ぜるということも、いずれはできるようになりますので、まあ、ちょっと参考にしてみてください。